昨年ですね、チャレンジ部門ですかで申請しまして承認いただきました。ということは今年度申請するとすれば、何ですか、継続じゃない、自立促進部門ということになるんですね。それで5年間自立促進で6年目は自立してくださいと、この趣旨はよく分かってます。それであとですね、チャレンジ部門も通算するということになると1年目はどういう加算されるんでしょうか。1年目はもうチャレンジ部門で、ご申請されているということですので、2年目から自立促進部門の上限額である45万円まで、ということは1年目の自立促進50万円上限というのは適用されないということになるんですね。そうですね、ということはいきなり自立促進に入ってもよかったということになりますね。そうですね、ただしね、チャレンジ部門なんですけれども、新しい事業ということで優先的に採択されることになってます。あ、そういう、はい、まだそれはちょっと存じなかったというか認識が足らなかったと思いますけれども、まあ、それはそれでいいんですけどね、はい、補助金はまあ50万から5年間かけて自立してくださいということで自立していかなきゃいけないんですが、例えばですね、報奨費で行使謝礼30万円毎年補助いただくとしますね。そういった時6年目からいきなりその講演料を参加者からいただくというわけにはいかないんで、どういった事業でも企業の事業でもそうですけど、最初は10人しか来ないと、で5年かけたら100人集まるという見込みがあるんで、最初は10人しか来なければですね、講演会に赤字になりますよね。でその赤字分を補填していただくという考え方だろうと思うんですよね。ということは講演料はあるけれども、講師補助はもらうんだけど、講演料は参加した人から予定価格を、予定の金額で、取らないといかんというのが前提だろうと理解してるんですが、そういうことですね。自立促進部門がある創立された経緯というのがですね、補助金なしにはこの活動できませんといったことでは、たくさんの活動を支援することができませんということで、さまざまな形で自立っていうことができると思うんです。まずその先ほどからおっしゃっていただいてます受益者の方の負担ですね。1回の講演で500円払ってもらって、それで補填するということもできますでしょうし、その講演をその講座ですかね、講演自体をですね、企業さんとかにバックアップしてもらうことによって、そういったチラシのところにですね、企業さん の宣伝を載せますんで広告料いただけませんかとかですね、初めは50円の、入場料も段階的にアップして150円にします。